もともと北海道で活動されてましたけど、大阪に移住してきた理由を教えてください。大阪に移住した理由は、まあ、結婚が一番関係あって、僕の、その、妻が大阪出身なんですよ。で、大阪出身で大阪にもともと実家があって、で、まあ、結婚した時、まあ、もともと遠距離恋愛だったんですけど、結婚して、その、妻が札幌の方まで、引っ越してきてくれたんですけど、結婚するときにもともとその、妻の実家の方に、最終的には、その家の事情とかもあって、引っ越すっていうのはあって、で、その、まあ、妻の、その、親の体の調子とかも、ちょっとだんだん悪くなってきてて、っていうのと、あとは、その、まあ、今大学行ってるんですけど、もともとずっと北海道で働いてて、で、その仕事もずっと続けていくべき仕事なんだろうか、みたいな、葛藤じゃないですけど、こんな仕事してていいのかな、みたいな、もあって、だったらもっと、ちゃんと、人のためになるような勉強をして、そういう仕事するべきなんじゃないかなって、なんか考えるとかも、やっぱ、まあ、音楽とかやってたらいろんな人がいて、いろんな人に影響されて、そう考えるの、考えざるを得ないというか、そういう気持ちもやっぱありましたね。で、その、まあ、ゆくゆくは大阪引っ越すつもりだったんですけど、そういう事情もあって、その、まあ、大学行こうかなっても、その、やっぱ、京都とかの方がいい大学が多いし、自分が勉強したいこととかも、きっと、なんだろうな、都会っていうか人がいっぱいいる方が、いろんな機会はあるから、いろんな勉強の学びの場もあるだろうしっていうのもあって、で、まあ、引っ越すことに決めて、で、まあ、仕事をしながら勉強して、一応入試、社会人入試っていうのがあって、社会人入試で、大学受験して、で、合格できたんで、それで京都の大学に4月から通ってるみたいな感じになりますね。それで、まあ、引っ越したみたいな感じです。何を勉強されてるんですか？で、勉強、一番、その、興味があったのが、その、日本に住んでる、日本人じゃない人、マイノリティに今、としては言われるような人たち、とかのことをもっと知って、もっと勉強すべきだとそこは思ってて、っていうのも、その、2015年とかのヨーロッパの難民危機とか、で、イスラームの人がすごい増えてきて、で、社会的にすごい分断摩擦とかもいっぱいあって、そこでもう今もう結構、社会の分断も深刻化してきてる中で、まあ、日本においてはそんな、急激に難民増えたりすることも考えにくいですけど、でも、その、やっぱ自分以外、異質の他者っていうんですかね、の理解とか勉強するべきだと思うし、そういう理解が社会にあんまり進んでないと思うし、そんな大されたことでもない、なんかするわけでもないんですけど、ただでもそういう知識って絶対身につけておくべきだし、で、そういう、海外から来た人が今いろいろ入管の問題とかもありますけど、その、例えば他にもイスラームだったら、イスラームの墓地が北九州で建設、中止の反対運動みたいな起きて、住民と文化摩擦もあったりして、そういう問題とかにもっとちゃんと社会としてとか人として、まあ、活動する前にもっとそれを知識を持っていくべきだと思うし、ですかね。だから、イスラーム、なんとなく控えるんですけど、別にその信仰してるわけでもないですけど、でもやっぱその、2050年くらいにはキリスト教徒の数抜いて世界の信仰最大になったりとかっても言われてますし、もっと今知るべきことだなと思うんですよね。やっぱその、一番遠いような存在みたいな感じで多分日本に住んでたら捉えられがちだし。まあというのもあってイスラム勉強してるというか、勉強したいなと思って大学行きたいなみたいな感じですね。